行きますか。あと2人。3、2、1。よーし、行くぞ。さて、今手に入れた ジェットマンの技、ジェットミサイル。ジェットミサイルがどっちに効くかだよね。まあでも、ローリングマンのステージはさっき言って分かったんで、ライトニングマンの方行ってみようと思います。よし。お、あー、これ系ね。これ系ね。ありがちね。よし。雷門だ。よし。いるのか、お前。クソ。落ちそうだな、ここ。よし。あぶねえ。やっぱり落としに来てる。もうね、作り手の気持ちがちょっとわかるもんね。絶対落としに来てるもん、今のとこ。これなんだ、ダストマンみたいなのは。ダストマンって言ってわかるかな。やっこおほ。よし。オッケー。なんかね、どのギミックもね、やっぱりどっかで見たことあるんですよね。どっかでっていうか、まあ、ロックマン、本家の方で多分見たことある。あ、くそ!のに近いな。あと何機かな。もうあと1機しかないんだ。まあ、とりあえず、そうだね、できるところまで行ってみよう。どういう面なのかっていうのね、把握していきましょう。おっ。OK。で、ここすぐ行ったら多分落とされるから、ちょっと待って。ほっ。ほっ。OK。よしよし。このね、ベルトコンベアが何気に結構うざい。痛い!ほっ。あぶね。ほっ。あぶね。ほっ。あー、くそ。あぶね。はっ。ほっ。あ、はっ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 。よいしょ、OK。あぶね。ほっ。よいしょ、OK。この辺で中間かな?おっと。おー、戻された。一気に行っちゃった方がいいね。ほっ。むむ。よし。ほう。あう。あ、やだ。うわー、なんていやらしいんだ。うわー、いやらしい位置だ。よし。あ、そこで雷門かい。いやらしい配置だ。オッケー。おっと。大丈夫。ん?なんだあれは。あれは死ぬのか。死ぬっぽいな、なんか。あう。あれ、トゲトゲか。やった、一キャップ、倒しちゃダメ?あ、やっぱ倒しちゃダメでしょ、これ。痛い。あー、ちょっと待って。うわ、どうしよう。うわ、無理だ。ちょっと待って。使わない。おう。おう。無理か。うん。なるほど。OK。おう。これ一気に抜けちゃった方がいいな、ここは。OK。避けて。今です。OK。おいし。
で、ここだね。ここは、こ、あう。これさ、B ジェットの使い方がいまいちわかんないんだけど、これは、あれ？わあ、はあ、はあ、待って待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ここで B ジェットじゃない？ B ジェット。はあ、取れた。はあ、死ぬ。はあ、死んだ。クソ、意味ない。くあ、でも使い方がわかったな。なんか、あれなんで、さっき使えなかったんだ。危ね。あく。いや、一気に、あー、ダメ。迷いが出たらダメだ、ここは。よいしょ、OK。あー、ここも迷ったらダメだな。迷わずにどんどん行った方がいいな、この辺は。出た。ここは、倒せないんだよな。いや、倒してもいいのか。倒しても次のやつがまた光を出してくれるから。次のやつがちゃんといるって分かってれば、そうだね、大丈夫だ。この先も次いたよね、確か。 OK、 これ倒すのちょっと待とうかな。こいつを見てから、そうそう、全部倒さなくてもいいけど、倒すとこ倒さないとこはっきりしていこう。こいつ倒して、よし。待て待て、倒す前に、お、よし、オッケーオッケーオッケー。さあ次だ。うお、なるほど、それ系ね、それ系ね。ほっほっ、うわ、かーく、怖い。オッケー、落ちるのかい。よし、着いた。あと一機もないのか。ジェットミサイルが効けば、ジェットミサイルが効けばまだワンチャンあるね。スイ、効いて、効いて、効いてるようで効いてないようで、効いてるか、どっちなんだ。効いてないか、効いてないけど、なんかいけそうだから、ここはイーカンかもな。これイーカン投入か。ちょっと待って、ちょっと、いい缶投入します。いやー、ちょっと危ねえ。いい缶投入からのジェットミサイル、なんかすごく楽ちんでいいぞ。危ねえ。よしよしよし、とりあえず減るとこまで減ったら、あとはバスターで行こう。行く、行って、結構な強さですね。おほー、危ねえ。おう、おう、くそ。よし、まあね、E缶は1個使いましたけども、クリアしました。 OKOK。 お、黄色だ。 You got ライトニングフラッシュ。 OK、 ここで1回カット。よーし、オッケー。なかなかね、あの聞くやつがね、わからないですね。でもさっきジェットミサイルが効かなかったんで、おそらくローリングマンにはジェットミサイルが効くんじゃないかなということで、ローリングマンはおそらく難なく次はいけるんじゃないかなと思ってます。よーし、ファイブで個人的に一番弱いボスがグラビティマンなんだ。へえ。こよいはこれにて落ちます。お疲れ様です、リーザさん。おそらくもう落ちてるでしょうけどね。お疲れ様です。お、アールマンさんいらっしゃいませ。あ、グリングリンさんはダストマン、わかる、わかる世代ですね、さては。うん。サクサクプレイはフラグです、確かに。そう、ダストマン4。4でしたかね、3か4、4だったかな、それぐらいまでね、普通に私やってたんですよね。あ、パチパチありがとうございます。よーし、というところでだ。
いい感じにね、いい感じに来てますね。なんだかんだでいい感じに進んでるんじゃないでしょうかね、今日も。やっぱりね、バランスがいいというか、なんかこうボスよりもその途中のステージの配置がね、絶妙に難しいんですけど、絶妙にクリアできるぐらいにしてあるっていうのがいいですね。戦闘は子供向け、ドラマは大人向けの実験かな。何の話だろうな。ママさん狙いの先駆けではないかと今では思います。俺多分これ読めてないな、これ多分ダメだ。あ、そうか、俺がコメントについていけてないパターンのやつだ。あのね、そう、よくあるんですよ。私ね、生放送の時は自分のね話とか自分のゲームに夢中になってコメント欄についていけなくなるパターンですね。よくあります。よーし、行きますか行きますか。もう行っちゃってもいいですか。よし、行きますか。それではよし、続けていきますよ。ローリングマンリベンジ戦ですね。